次に自動血圧計について説明します。心臓から送り出された血液が動脈の壁に与えている圧力を血圧と言います。血圧が高い状態が長く続くと血管に持続的な圧力がかかり血管を傷つけてしまいます。その結果脳や心臓、腎臓の動脈硬化を進行させてしまうこともあります。検診で血圧が高いと言われたらそのままにせず必ず受診しましょう。血圧は常に一定ではなく時間や環境など様々なものの影響を受けます。いつもできるだけ同じ状態で血圧測定を行い自分の血圧を知っておくことが大切です。なお血圧は変動があり1回の測定だけでは判断できません。特に健康チェックの場では会場に来るための歩行や家とは違う場面での緊張、会場の温度、衣類の締め付けなどで血圧が変動している場合があります。健康チェックでは参加者が血圧に関心を持ち継続的に健康管理をし必要時に医療機関に相談していただけるということを目標にしましょう。血圧の測定方法です。素肌または薄手の肌着などで測定します。血圧計に左腕を通し手のひらを上に向けます。腕の力を抜いて深呼吸をします。椅子の高さなどを調整し血圧計の傾きがモニターのオレンジ色の部分に重なるようにしましょう。正しい姿勢ができたら測定ボタンを押します。数秒後に加圧が始まり測定を開始します。測定結果が表示されるまで動かないでください。測定が終わったら測定値が表示されます。測定結果を記録しましょう。測定時の注意です。椅子に座るときには背筋を伸ばして座るようにします。また腕を通す部分と心臓は同じ高さになるようにします。袖をまくり上げた場合まくり上げた衣類の袖で腕が締め付けられていないか確認します。測定結果の見方です。日本高血圧学会の基準では診察室血圧の収縮期血圧が140以上または拡張期血圧が90以上のどちらか一方でも当てはまれば高血圧とされます。これは1日だけでなく別の日にも測定を数回行い測定結果をもとに判断されるものです。なお家庭血圧の場合は診察室よりも低い基準が用いられます。高血圧の予防に欠かせないのは塩分を減らすことです。また肥満、運動不足、睡眠不足、過重労働、過剰飲酒、寒冷、ストレスは血圧を高くする要因になります。測定の結果血圧が高く出た方には高血圧の要因をお伝えして生活習慣を見直すことなどをお勧めしてください。次に BC チェッカーについて説明します。 BC チェッカーは指先に赤外線を当て加速度脈波を測定し末梢血管の血流の状態を評価するものです。測定をすることで血流の状態や血管年齢を知ることができます。測定方法です。本体コードをつなぎ電源スイッチを入れたらまず登録ボタンを押します。次に年齢の10の位の数字を選択ボタンを押して選択します。選択ボタンを1回押すごとに白抜き部分の数字が1ずつ増加します。白抜きの数字が該当する数字になったら登録ボタンを押します。続けて年齢の1の位の数字と性別も同じように選択ボタンにより選択し登録ボタンを押します。登録が完了したら測定する人の右手または左手の人差し指をセンサー部に軽く乗せます。この時センサー部に目を近づけないでください。またセンサー部に怪我や炎症のある部位を接触させないように注意してください。測定ボタンを押すと測定が始まります。測定中は会話をせず
できるだけ体を動かさないようにします。測定終了後、画面に測定結果が表示されます。なお、手が冷たい状態だとうまく測れなかったり、測定に時間がかかったりすることがあります。測定結果の見方です。機器の画面に結果が表示されます。波形は A+ から G- まで22の波形に分類されています。測定したら記録用紙のゾーンの該当部分に丸をつけます。お貸し出しするセットの中に血管年齢表が入っていますので、それを見ていただくのも良いでしょう。なお、今画面にお示ししている結果では40歳の方の波形が BX となっています。表に当てはめると40歳の方の波形が BX の場合は標準という評価になります。測定の結果を健康について考えるきっかけとし、毎日の運動とバランスの取れた食事をお勧めしてください。健康について心配なことがあれば、かかりつけ医に相談するようお勧めしてください。